赤羽線。赤羽線とは、東京都豊島区の池袋駅と東京都北区の赤羽駅を結ぶ東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。1985年、昭和60年9月30日以降は、運行系統の名称である、埼京線と故障、案内されている、工日、本校では、埼京線開業後も、 当該区間の正式路線名称は赤羽線であるため、同線開業後の記述もするが、一部重複する部分については同線の記事を参照のこと。赤羽線は山手線池袋駅と東北本線赤羽駅を結ぶ 5.5km の路線の正式名称で、かつては旅客案内でもこの名称が用いられていた。しかし、 東北新幹線の上野駅延伸の見返りに建設された当時の仮称通勤新線と同時に電化した川越線との一体運行が実施された1985年昭和60年9月30日以降ここを通るすべての旅客列車は最強線と案内されるようになった。なお JR 東日本の公式サイトや池袋駅やカバ駅間の踏切定期券や回数券 マルスタンマズ発行による乗車券の経由表記においてはありでも赤羽線と稀に表記されることがあるが最強線と併記されることがほとんどである。また市販の JR 時刻表の最強線のページでは池袋赤羽間は赤羽線との表記がある。全線が旅客営業規則の定める、電車特定区間同規則の定める。 大都市近郊区間の東京近郊区間及び IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。当線は湘南新宿ラインの池袋駅や羽駅間より約 4km 短く、当線では当該区間を途中2駅停車して9から10分で走行するのに、対し湘南新宿ラインの当該区間は10から11分ほどかかるため、 先発した湘南新宿ラインの列車より、後発の当線経由の最強線の列車の方が、先着するダイヤが存在する。本節では、日本鉄道時代に開業した品川線から1985年、昭和60年9月30日の最強線開業までの赤羽線の歴史、遠隔について記述する。なお、最強線開業後の歴史、遠隔については、最強線。 最強線開業後を参照。赤羽線は、日本鉄道が1883年、明治16年7月28日に開業した、上野駅、熊谷駅間の第一区線と、関節鉄道との連絡線として1885年、明治18年3月1日に開業した、赤羽駅新宿駅経由品川駅間の品川線が起源である。つまり、 現在の赤羽線、埼京線と山手線の一部が一体となって、付設された路線で、赤羽線の方が本線であった。現在も池袋駅では、山手線の方が東にカーブを描いているのは、そのためである。ただし、品川線開業当時の池袋駅は、池袋信号所であった。品川線の主たる目的は、間接鉄道との連絡と、横浜港からの鉄道資材や、 建築資材などや、群馬方面からのキート横浜港へ運ぶ輸送ルートの確保であり、現在は東京の通勤通学の最重要路線の中の山手線と赤羽線、埼京線は、かつては貨物輸送を第一の目的として建設された路線であった。それでも旅客営業を行っており、新橋駅品川駅経由赤羽駅間を追立 三往復で所要時間1時間15分で運行された。1903年、明治36年4月1日、同じ日本鉄道の路線だった隅田川線、土浦線へ線路をつなげるために、豊島線、池袋駅田端駅間が付設された。その時に、池袋信号所が池袋駅となり、同時に大塚駅と菅茂駅が設置され、 豊島線開業前の1901年、明治34年8月に、品川線、全線、第1区線、上野駅田畑駅間、秋葉原線、全線を山手線故障することを決定、豊島線開業後それらと合わせて山手線と呼ぶようになった。1906年、明治39年11月1日に、日本鉄道が国有化された後、1909年、 明治42年10月12日に赤羽駅品川駅間、池袋駅田端駅間は、正式に山手線となった。同年12月16日に電化。電車は、烏森駅、現、新橋駅品川駅池袋駅田端駅、上野駅間と池袋駅赤羽駅間と分かれて、運行された。1925年、大正14年11月1日に、 山手線が、環状運転を行うようになったとき、環状運転をする電車は、池袋駅田端駅方面へ運行したため、実質的に、池袋駅赤羽駅間の方が、支線のような状態となり、目上は、池袋駅赤羽駅間が本線で、池袋駅田端駅間は支線だった、以降、同区間は、赤羽線という通称名で呼ばれていた。1972年、 昭和47年7月15日の線路0間表示等が変更された際に池袋駅赤羽駅間を山手線から分離それまで通称として使われてきた赤羽線が正式に線の名称となった赤羽線が正式名称となる前から池袋駅での発着番線は4番線現8番線で赤羽駅は 東北貨物線に隣接したホームで発着していた。裏は、大宮方面と池袋、新宿といった山手線の西側を結ぶ短絡線として利用が多い路線であり、1970年代頃から、その方面からの輸送量の大幅増大による混雑と東北上越新幹線建設に伴う通貨地域の通勤新線建設の要望などから赤羽線を その通勤申請に直通させることになった。その後1981年、昭和56年12月6日に、自動列車制御装置 ATC の使用開始、1983年、昭和58年3月2日に、赤羽駅の専用ホームが高架化され、池袋駅も、同年10月2日に4番線から新設の1.2番線、現3.4番線ホームに変更された。 その後、1985年、昭和60年9月30日に、東北本線別線、赤羽駅武蔵浦和駅大宮駅が開業し、同時に川越線の電化も行われ、赤羽線との直通運転が開始され、この時から赤羽線と東北本線別線は、最強線として案内されるようになった。車両面では、戦後の1953年、 昭和28年頃から73系などが使用されていたが、1967年、昭和42年4月に山手線の黄色、カナリア色の101系が転用され、黄色が赤羽線の路線色となった。しかし、101系運用時より、黄緑色、ウグイス色の山手線の103系によるダイソーがたびたびあった。1978年、 昭和53年3月1日に101系が103系に置き換わり、一編成を山手線との共通予備として、黄緑色、一部の車両は黄色から黄緑色に戻したとしたため、黄緑色編成及び黄緑、黄色の混色編成が多く見られた。なお、最強線開業後は山手線と同じ黄緑色のラインカラーとなり、最強線開業までに、 黄色の車両はすべて黄緑色に塗り替えられた詳細工術。開業当時から貨物輸送のメインルートの一つであった赤羽線であるが、戦後は山手貨物線や東北貨物線から当線を経由する貨物列車や池袋駅、板橋駅は貨物の取り扱いがあり、板橋駅発着のセメント輸送、採石、砂利輸送、一般貨物、 米や紙製品など、輸送列車が最盛期には1日4往復運転されていた。しかし、当線経由の貨物列車は、1978年、昭和53年に、山手貨物線経由に変更。池袋駅の貨物扱いは1980年、昭和55年に廃止。板橋駅発着の貨物列車も、1996年。 平成8年までに廃止された詳細は後日、本節では1985年9月30日の最強線開業直前までの使用車両の詳細及びそれ以降の使用車両を記述する。なお、案内上の運行系統名称が最強線となった以降の使用車両の詳細については先線使用車両を参照。本節の全体の出展。 下記に示す車両は、すべて電車である、の色は、車体色。なお、所属車両基地はすべて、池袋電車区、現、池袋運輸区。車両は1953年頃から、旧型国電が使用され始め、同年代の通勤圏拡大に伴い、東北本線、高崎線方面から池袋、新宿、渋谷への通勤、通学客の増加に対応を重ね、 1958年11月には4両編成5両編成。1959年8月には5両編成6両編成。1961年11月からは72系を中心とした7両編成に、1965年7月には当時の山手線と同じ8両編成となった。1967年、昭和42年4月に、 山手線用のカナリア色の101系8両編成5本40両が転用され、それに伴い黄色が赤羽線の路線色となった。101系運用時より、うぐいす色の山手線の103系によるダイソーがしばしばあったが、1972年6月23日に日暮里駅で起こった追突事故を契機に、山手線京浜東北線、赤羽線に、 自動列車制御装置 a t c 導入することになり、1978年3月1日までに運用車両を103系8両編成5本40両に置き換え、101系は全車南部線に転用された。なお、投入された103系は山手線用の車両をそのまま転用されたため、うぐい水路のまま運用され、また先頭車は 全て低運転ライク派103型であった。1979年から ATC 対応の高運転ライク派103型が投入され、車両は順次うぐい水路カナリア色へ塗り替えられた。1981年12月6日に ATC 使用開始後の8両編成で運用されていたが、1983年10月2日の池袋駅の発着ホーム移転に伴い全編成が10両。 編成化され、先頭車以外の中間車にも冷房車が申請投入された。その後、1985年9月30日の最強線開業までに一編成を除き順次、カナー色ウグイス色へと塗り替えられ、赤羽線のラインカラーであったカナリア色の電車の運用は終了した。車両編成については、前述の通り7 2系運用時末期には、 72K7 両左派17型1両の8両編成で運用された。101系については、山手線に百0 3系の申請投入に伴っての転用で、編成は池袋型 MCMMMTTMMC、MM MM、赤羽型の8両編成で、車体の色はカナリア色。1969年に山手線から101系が撤退した後も、101、 系は継続運用された。なお、101系の中には、日よけの規制が、分割系の初期者はおらず、1967年製で、側扉が、ステンレス製の左派101から126.126が含まれていた。また、101系当時の編成運用は、配置40両、使用32両予備8両で一辺成分の予備しかなかったので、前日の通り、 山手線用の103系のダイソーがしばしば見られた。103系については、1978年3月1日までに、全車103系化された。編成は、池袋型、TCMMTTMMTC、MM MM TC、赤羽型の8両編成で、全車、山手線からの年出車で、車体の色はウグイス色、編成中モハユニット、編成中間の電動車 MM と、サハ。 編成中間の付随車 T は、全車比例房車、戦闘車の区ハ、制御車 TC は、低運転台比例房車であったが、1編成のみ、試作冷房車を量産化改造した、区ハ103から178.179でこの2両は、冷房車であった。1979年から ATC 対応の、高運転台区ハ103型が投入され、各編成は順次うぐ水路カナリア色へ塗り替えれた。 その間は、戦闘車うぐい水路、中間車かなりあいろという編成も見られた。しかし、編成自体は、山手線と同様に戦闘車が冷房装置を搭載している ATC 車でありながら、中間車が冷房電源のない非冷房車のため、冷房が使えない、いわゆる、キセル編成であった。そのため、火のみ、編成の一部に、 山手専用103系冷房改造車モハユニットに組み替えて冷房を使用出るようにした。1981年12月6日に ATC 使用開始時、区ハ103から301.302の2両は山手線の予備車兼用としてうぐいす色のままであったが、当線用の一編成の中間車6両をカナリア色うぐいす色戻し、 戦闘車を区派103から301.302の2両に差し替えて山手線の予備編成兼用となった。1983年10月2日に十連貨用のモハユニットであるモハ103から787モハ102の2044、ほか、軽重量が落成。これが103系最終増備車、最終ユニット車にあたり、優先的に2.3号車と8.9号車へ。 組み込まれ、区波103型の冷房電源スイッチが使用できるようになった。また、翌年2月1日のダイヤ改正での、福知山先端編成下による導線からのモハユニット2両が転入、当然用のうち4編成。下線部が、冷房車が池袋型、i n ズ,、MM、ズ t c m m i n ズ t m m t i n ズ m m t c IZ、赤羽型、1編成が池袋型、 インズ TCMM、インズ T インズ MM、インズ T インズ MMTC、インズ、赤羽型となった。その後、当選用のカナリア色社は、最強線開業と川越線電化開業の準備対策としてうぐいす色へ変更。最終ユニット社も2年余りでうぐいす色へ変更されて、当選用の全編成が最強線、川越線の車両基地である、川越電車区、現、 川越寮センターへ転属した。行き先表示は101系と103系比例防車は2段の両終点表示、上段、池袋、下段、赤羽。103系の一部は一行で、池袋赤羽のものもあり、103系冷房車は、線名、赤羽線を表示していた。最強線開業直前には、赤羽線表示を、 指線に変更され、運用中の行き先表示はそれぞれ、池袋、赤羽となった。1985年9月30日の最強線、開業後は、1 0 3系、1985年から1990年、2 0 5系、1989から2016年、e 2 3 3系7 0 0 0番台、2013年、と変遷した。 所属車両基地はすべて川越電車区、現、川越車両センターである。なお、2002年12月1日から東京臨海高速鉄道の70-000型も同線を走行している。もともと日本鉄道時代の品川線の主たる目的は関節鉄道との連絡と高芸地方のキートの横浜方面への貨物輸送であった。当時のキートは 日本最大の輸出品であり、第一区線、現在の高崎線が1885年、明治18年8月に、前橋駅まで延伸されると、江戸時代以来の周運や馬車などによる輸送から、鉄道輸送へ移るようになり、品川駅での間接鉄道との接続で、鉄道貨物の重要性が、ますます認識されていった。その後の豊島線の開通、隅田川貨物駅の開業、 日本鉄道の国有化後は、東京に発着、または通過する、貨物量が増大し、山手貨物線の新設や田端操車場開業などで、対応していった。昭和に入ると、山手貨物線の線路容量不足が露呈してきた、ことから、武蔵野線を開通させ、当線や、山手貨物線を通過する、貨物列車の本数は減ったが、深夜を中心に当線を通過する、貨物列車は、 1978年、昭和53年まで運行されていた。池袋駅での貨物取扱い開始は、国有化直前の1906年、明治39年10月23日からで、貨物設備は、旅客ホーム東側の西部池袋駅寄りにあり、構内は、着発線6線、仕分け線、積み下ろし線、貨物留置線、引き上線などの貨物用側線、 貨物ホームが設置されていた。また、同駅構内には、西武池袋線と、同駅板橋駅間には、東武東上線との貨物輸送をするための連絡線が存在していた。西武鉄道との連絡貨物輸送は、1976年、昭和51年の武蔵野線新秋津駅西部、池袋線所沢駅間の連絡線開業まで行われたが、赤羽線への貨物輸送は、 板橋駅までの砂利輸送であった。東武鉄道との連絡貨物は昔から多く、同駅には東上線連絡貨車用の留置線が2本設けられていた。また、東上線側には1947年、昭和22年5月1日から1964年、昭和39年9月14日まで西山信号所が設置され、貨物列車の引き渡しが この連絡線を通じて行われていた。東武鉄道向け新車輸送も行われ、車両メーカーから同信号所経由で、下板橋駅まで輸送されていた。一方、板橋駅は開業時から旅客、貨物療養の駅であった。戦後になると構内には、池袋駅よりの東側には、住友セメント、現、住友大阪セメント池袋放送所、 道西川には、日本食料倉庫、赤羽寄りには、紙倉庫への専用線がそれぞれ引かれ、放送所へは、セメント輸送と採石、砂利輸送の専用貨物列車が、日本食料倉庫、紙倉庫へは、普通貨物列車が設定され、最盛期には、セメント、採石、砂利輸送1往復、日本食料倉庫、紙倉庫への普通貨物3往復、計4往復運転された。 そのうち採石、砂利輸送は、東部鉄道向けと西部鉄道向けから、後年は、20狩駅への時2万5千型が、専用列車として運行された。普通貨物輸送は、一日三往復の列車が運行されていたが、昭和59年2月のダイヤ改正以降、国鉄の貨物輸送システム再構成による直行列車体系の再編成などから、板橋駅への貨物列車が、 セメントと採石、砂利輸送のみとなったため、池袋駅より西側と赤羽よりの専用線への貨物列車は廃止された。その後貨物輸送は、1日1往復のみの東部、藍沢線上白石駅にあった住友セメント、栃木工場からの多1900系のセメント専用貨物列車だけが残った。だがこの列車も、1996年、 平成8年3月16日で運行終了。これをもって、東京23区内の JR 線の最後の旅客、貨物療養の駅であった板橋駅の貨物取扱いが終了した。なお、1969年、昭和44年頃まで貨物列車の犬印は蒸気機関車 D51 犬印が残っていたが、その後、池袋駅板橋駅間の貨物列車犬印は、 ディーゼル機関車、DD13、さらに、デジューへと変わった。本節では、当線全線の沿線外境を記述する。なお、最強線赤羽駅大宮駅間は、最強線沿線外境を参照。本節の全体の出展。赤羽線の起点は、池袋駅であり、起点を示す 0km ポストは、現在の最強線下りホーム4番線の脇にある。 このホームは1985年10月2日の赤羽線重量化に伴う新ホーム仕様の際に設置されたホームで以前は1.2番線を名乗っていたが現在は3.4番線として使用され4番線に下り線が入っている。また、上りホームは1988年3月13日の東北本線、現在は愛称である宇都宮線での案内。 高崎中距離列車の当駅への乗り入れに伴い、赤羽線、埼京線ホームの東側に新設された、現中距離列車用のホーム、現1.2番線を使用している。上り線は、池袋駅の北側で、湘南新宿ライン、山手貨物線の線路を立体交差してまたぎ、池袋駅では一番線にいるいる。池袋駅を出ると、西側に山手線の池袋運輸区。 9、池袋電車区への改送線。東側に、埼京線などの道区への改送線に挟まれ進み、山手貨物線が東側へカーブして離れていくと、西側へカーブしながら、山手線本線をオーバークロスし、池袋駅西口と東口を結ぶ、池袋大橋をアンダークロスして、それぞれの改送線と平面交差。その先に、道区の出入り口が東側にある。 海藻線と平面交差後東部東上線の線路側に近づき、東線と平行になったところで、川越街道、国道254号と首都高5号池袋線がオーバークロス、道線は北池袋駅まで平行し、道線が西側へカーブして離れると、板橋駅へ至る。板橋駅の手前で東側へカーブし、その先に一面二線のホームがある。駅は、かつて、 東京23区内の JR 線の旅客駅の中で唯一貨物取扱駅をしていた駅で広い構内を持ち、構内池袋駅より東側には、セメント工場、同池袋駅より西側には、食料倉庫、同赤羽駅よりには、紙倉庫があった。詳細は、板橋駅貨物取扱いを参照。板橋駅を出ると、旧中線道が当たる中線道踏切を通過、そこから、 下り勾配で、中仙道、国道17号と首都高中央環状王子線を、アンダークロスすると、森土の上を通って石神井川を渡り、東側へカーブすると堀割の間を進み、掘割が終わると東側に、都立王子特別支援学校や十条富士見、中学校、西側に、東京家政大学板橋キャンパスの施設に挟まれたところを進み、十条駅へ至る。 十条駅は対向式ホームと呼ばれる上下線ホームが向かい合わせの構造で同駅と同じ構造のホームを持つ東京23区内の JR 線の駅は中央線水道橋駅、総武線秋葉原駅、浅草橋駅、山手線中央線代々木駅、横須賀線西大井駅ぐらいで同駅はそのうちの一つである。十条駅を出ると住宅街がひしめく中を進み、 再び掘り割り構造となり、環状7号線、通称、環7通りをアンダークロスした後、鉱石平野が広がり西側に清水坂公園を見ると、東側より、湘南新宿ライン、東北貨物線、宇都宮、高崎線、京浜東北線の線路が近づき、東線を含む4路線が並行したところで、東北、上越、北陸新幹線の効果が覆いかぶさるように上を、 横断し、同線の真上で平行になり、そして西側へカーブした先に赤羽駅があり、同線は7.8番線ホームに到着する。このホームは1983年3月2日にいち早く高架に切り替わったホームで、使用開始以来当たり線及び最強線専用のホームとなっている。突起事故を除き、2013年12月現在のデータを下記に示す。 運転方式などのデータは、最強線データ路線データを参照。旅客営業規則第67条の規定では、旅客運賃、料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。となっているが、赤羽線内の駅から乗車する場合、同規則第69条及び第70条から、普通旅客運賃、 料金は最も短い営業キ路によって計算され、経路の指定は行われない。また、旅客営業取扱基準規定第110条から、赤羽園、川口方面の各駅と池袋園、目白方面の各駅との相互間を、東北本線及び山手線経由で直通運転する列車に乗車するときの運賃及び、急行料金の計算経路は赤羽線、 板橋経由で計算される。つまり、例えば、新宿駅から湘南新宿ラインに乗り、浦和駅まで行く場合や、蕨駅から高田野馬場駅までを、田端駅経由で行く場合、それらの運賃、料金の計算経路は、田端駅経由であっても、板橋駅経由で計算される。十条駅周辺にて、連続立体交差事業、鉄道高架化の事業化を進める計画がある。 詳細は最強線の記事の連続立体交差事業の節を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。